リリア、父さん。先生。罠だ。囲まれるぞ。バラすなよ。せっかくの演出が台無しだ。親を助けに来る子供。バカな話だ。のこのこやってきて一緒に死ぬなんて。やれ。ミキ、父さんとリリアを。わかった。甘い、甘いね。投げ払え。耐えきれると思うなよ。バーチカルエアレイド。もう終わりにしろ。投降するんだ。黙れ。撃て。撃ち殺せ。何？父さん。嘘。牽制ダリルも惨めなもんだ。これで俺たちの勝機も見えた。野郎ども、撤退だ。マストさん、ミキの時みたいに直せませんか。すまない。どうして。今我々には船がないんです。おい父さん、守れ。僕の代わりにリリアを守って。父さん、ごめん。フィデルに違う。こういう時はありがとう、父さん。守る。私はごめんなさい。ありがとう。敵襲だ。みんな行っちゃったよ。そばを離れたくないんだ。うん。フィデル兄、行かないの？無理ならいいの。いつも頑張りすぎだもん。こんな時ぐらい誰かに頼っても怒られないよ。戦いの音、
終わらないね。このままおじさんのそばにいてあげて。おじさん、きっと後悔してない。大丈夫だ。いつの間にか先生と見間違えるまでになったな。親父さんを助けられなくてすまなかった。お父さんのご意志を告げるのはフィデルさんだけ。今を乗り切ってください。遠慮するな。皆殺しにしろ。雑魚どもを借りて。もうすぐ勝利だ。お前らも楽しめ。リフレクトストライプ。力を抜き払え。親子ともども人形を渡してやる。せの敵。援助するから思いっきりやりやりなさい。黒曜戦のか。敵は取った。でも父さんはもう。お前が人を守りたいというとはな。親になってみればわかる。子供を守りたいと思うのは決して親だからじゃない。大人になれば自然に思うことだったんだと。お前も本当の一人前の男になったんだな。おい父さん。守れ。悲しんでいても父さんは怒るだけだ。僕の進むべき道を
父さんはずっと示し続けていてくれたんだから。先ほどは渡せなかったが、先生のものだ。これは君が継ぐべきだ。